はいよ。いやーこれはレギュラーや、レギュラー。なおおおおさん TV から来ていただきました上市さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー違います、やっぱ腕が。そうですね、いやいやいや、やっぱ気候なチャンネルの皆さんとは腕が違いますね。おいお上手、まあまあまあ、おい4対2ちゃんとゲスト立ててますね。2ポイント。じゃあ後半戦用意スタート。よいしょー。お願いします。今はまあ決してやっぱ調子は良くないですから、はい、必ずでもねジャグラーってのは設定ではね解ききれない、そういった波がございますから。いやいや、波、ほんまに波ありますよね、はい、これをねしっかりの掴むかどうか。そうですね、これにかかってますからね。ほら来た、来ました。おー素晴らしい。いや上地さんどうしましょう。とりあえずそのまま行きます。そうですね、そのまま行きましょうか。勝者の余裕やな。まあ勝ってるんで。そうですね、僕ら、はい、はい、あ、使わないですね。使わない、使わない。もうビッグ使わなくても多分。うわー、まあ、いやいやいや、ありがとうございます。全然 OK です。強すぎるって。よし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 、これは勝ったな。幸先いいっすね。やばいな、これでもう8ポイント差ですからね。8ポイント差ですね。ただ池田店長かトミーさんがブドウを当てれば6ポイント取るんで。そうですね、まだまだ分かんないですね。今一日さんで一番強い店ってどこなんですか。やっぱり大阪本店とか不正じゃないですかね。あ、稼働率としてですか。そうです、あとは松原ですかね、まあ、あの辺はやっぱ強いですよね。木コーナーさんで言ったらどこなんですか。一応京都向こう店が稼働率トップですね。豊中とかもめちゃくちゃ強いですよね。あ、神津島とか。そうですね、強いですね。特に今年入ってからめちゃくちゃ強いですよね。ああ、そうですね、はい、スイターが2番手ですね。あ、京都向こうスイターあたりは。私の知り合いとかでもその兵庫に住んでる人がおるんですけど、はい、木コーナーさん遊びに行ってるみたいなんですよ。でそこが、はい、トミーさんのエリアみたいなんですね、どうやら。おお、はい、その辺やっぱトミーさん露出されてるんで、はい、楽しみにして行ってるって言ってましたよ。なんか、本当ですか。なんかあるんちゃうかって言って、やっぱりこうやって露出することによって、うん、やっぱそうやって効果が生まれてるんだなと。いやいやいや、そう、それはね、はい、我々マンパワーで、はい、そうやってお客様が、まあ、何かしら期待されたりとか、うん、反応されるっていうなんか素晴らしいことですよね。いやいや、そう、本当にそう思います。だからそれをだから上地さんもその体現されてるっていうのを見てね、なんかまあライバルでありながらやっぱこう同じ匂いというか、はい、そういうあれがではないかもしれないけど、いやいや、でもすごい嬉しいというかね。いや、うん、そうですね。ファンキーの6のボーナス合算126分の1ですね。126設定1だと171分の1。めちゃめちゃ設定差ある。おいおおおい、さあ不動チャンスは来ましたね、ついに。いいですか上地さん。はい、どうぞ。使っていいですか。使うんすね。ブドウチャンス。はいよ。いやー、これはレギュラーや、レギュラー。ここでプレッシャーかけましょう。はいよ。さあ行きますよ、ブドウチャンス。ビッグで6ポイント、これ取れればもう我々も勝利に大きく近づくと言えます。いやいや、ドキドキしてるでしょ。レギュラーですから、レギュラーですから。すごいさすが、6ポイントランしました。もうこれで圧勝の流れができました。いや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 、素晴らしい。これはやばい。いや、すごいっすね。ファンキー最高。やばい、これはやばい。いや、グランスコのファンキー持ってますね。いやいやいや、ちょっと頑張ってくださいよ。まあ僕とトミーさんがブドウチャンス両方当てれば。あ、そうですね、12、うん、12で。おーい、おーい、ブドウチャンス。いきますね、早いな。レッグラン、レッグラン、行くぞ。ちなみに今14ポイント差があります。ここはね、一発やっぱ寄せとかないと。なんか全然信頼されてない。回しますよ。大丈夫か、大丈夫かっていう顔してますけど。大丈夫か。あ、
さすが、うまい、おい、うまい、なんでやねマジで。見事に外しましたね。見事に外した。いやこれはきつい。そんなレギュラーに寄せます？これはきついよ。ヘッド、ポイントゼロです、ね、今のは聞き弱いとは聞いてたんですけど、やばい、やばいっすね。こんだけレギュラー引いてまだ来る、あるあるですよね。いやあ。当たりが少ないんだからせめてリールぐらいちゃんと見せろと、そういうことですね。ダメ出しされてるじゃないですか。すいませんでした。いやちょっとテンション上がりすぎて、いやあれは気合が入りますよね。いやそうなんですよ。しかもでも一番気合入れたところ一番見せれてないという最悪ですよ。いや僕はさすがだと思いましたよ。ちゃんとレギュラー引くんだそこでって。いやそういう笑いいらないですよね。僕の場合はほんまに。いやこれはでも池田店長らしい外し方。いやでもほらジャグラー打たれる方の気持ちが改めてちょっと分かるんじゃないですか。いやそうですね、本当にワクワクしながら打ってますからね皆さん。確かにね。ぜひこの1と6のジャグラーシリーズを見てまたちょっとでも参考になればいいですね。そうですね。あやっぱ6って違うんだ、うん、でもレギュラーが多くてビッグが少なくても6の可能性あるよっていうことを見せてますよね。そうですね。いやそのフォローさえも苦しいですね。まず引かないとですね。もうレギュラー1回分損してるんで。おっシェアみたいな。よし武道チャレンジは？うわー、もうない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 。これしかもレギュラーっていう。すごいですね。26ですからね。僕のちょうど真逆ですね。おい、本当レギュラーを。ダメダメやろ。いやー、敵でよかった。いやー、もう。よーしゃー！あ、よーし！使います？使うんですか？しじみチャンス。え？しじみチャンス。何？詰めてます。詰めてます。いや、ちょ、しかも、二人とも、あ、じゃあもう、やるしかない。びっくりした。やりますよ。僕もじゃあ、行きます。ダブルブドウちゃん。ブドウちゃん。これはレギュラーとピックだったらね。これはそうですね。トミーさんお願いします。カミチさんお願いします。じゃあ、どっち、一緒に行きましょうか。トミーさんのレギュラー引きそうな気がする。え？僕さっきプレッシャーかけましたか？ちょっと待ってくださいよ。おっしゃー！素晴らしい。マジ？いやー、さすが。すごいですね。お見事。危ない。ポイントは縮まらず。まあ。ってことで僕だけブドウチャレンジ失敗。そう。いやー。やっぱアンダーツリーのね、看板ショーてる以上はね。そうですね。でも喜んでましたけど、だいぶ優勢になりましたけどね。そう。だいぶやられてる。いやそう。うわあ、はい、やばい。あが、いやリズム良くなってきましたよ。やばい。あがあが。はい。おお、じゃあじゃあじゃあ。ああ、やばいやばい。もう勝ちますよ。やばい。もらいましたねこれは。はい。やばい。いやー面白い。やっぱファンキー。やっぱファンキーはビッグヒットでなんぼですよね。いやいや、嫌みったらしいな俺。いやファンキーはビッグヒットなんぼですよ。すごいすごい、3人とも当たってる。ちょっと池田店長ビッグの回数一番低いですけど。いややっぱこうやって打ってみると面白いですねジャグラーってね。そうですね。やっぱ連れ打ちとかこういう並び、おっしゃい、おーですよね。よっしゃい、よし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 。さすがにこの状況はビッグ引いていただいてほっとしました。そうですね。ビッグの数では6回と10回か、あ、だいぶ差がありますね。いやきついな。まあいいじゃないですか、せっかく上地さん来ていただいて。まあ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 、これね、告知もできずに帰られるのが多分一番気まずいと思うんですよね。いやいや、僕はまだまだ諦めてないですから。まだ分からんと。まだ分からん。30分あれば。まだ30分ある。やっぱ見てくださってる皆さんにこのジャグラーの閉店残り30分前でも頑張れるんだぞと。ああ確かに。いうところを見せたいです。最後までいてくださいと。はい。
もうすぐ今日が終わるを聞いて帰ってくださいと。やり残したことはないかいということなんで、それ聞いて帰ってほしいですよね。はい、そうですね。おっ、来ました。あー、いやもうもうね、これはもういやもうやめて、上市さんの一人舞台ですよ。いや、ほんまそうだった。もうやめてますよ、ね、完全に気候なチャンネル潰してこれほんまに設定1 よし、しっかりレギュラーも、いや、大変なポイントかさ、不動チャンス、不動チャンス、掴んでてよかった。確かに、大丈夫ですか、もうやる気なくしてないですか。ちょっときついですね、なかなかね、うん、武道も嫌がってますね。そうですね、ずり落ちてきよる。今日はじゃあもうそのままご自宅に帰られる感じなんですかね。そうです、もう収録終わったら自宅に帰るっていう。いつもだいたいエリア長どんな勤務時間って言ったらどんな感じなんですか。いや、もうバラバラですよね、やっぱり長かったり短かったり。そうです、そうです。どうですか、朝からの方が多いですか、動き出すのは。基本的にはやっぱ朝からが多いですね。トメさん、はい、あーやばいな、やばいですね、来ました。もうなんか、また16ゲーム、おいおいおい、これはすごいですよ、大変。いやいやいや、あかあか、もう止めてられん、止められん、もう止められん、白旗あげてもいいんですよ。いや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 、はい、お見事、エグすぎる、お見事、エグすぎる。これがゴーゴージャグラーの6ってことですよ。エグすぎる。これがちょっと池田店長との引きの違いですかね。いやー、もうやばいっしょ。いやー、すごいですね。いやー、まあ、よし、おお、後半いいぞ、いじみせろ、チャンス、よし、ちゃんとビッグ引いてきましたね。よしよし、いや、6がやっぱ6が伸びてる。やっぱ 6, 6すごい。もうあとは引くだけ。おやおや、何か。おやおや、おお、ちょっとな、せっかく光ってるのに、ね、なんなことしてるんですか。トルソ、トルソ、ね、せっかく光ってるのに。いや、もう映ってないプライベートタイムになってるじゃないですか。これ今日多分ツイッターで投稿しますね。店員さんに注意されますよ。ファイヤ ーあるある、まだわからん、ファイヤー、まだわからん。ナイス、ビッグ4、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。なんかすごいね。あす、わー、すごい、46ゲーム、止まらんばい。ここで、よしよしよし、まあまあまあ、一人で10回10回です、10回。いやね、10回すぎましたね、すごい。いや、これはもう、ちょっとお手上げじゃないですか。ほら、グランプコーナーで歌そうなるわ。いや、引き強いな、今日。おっしゃー、 おはい、はい、はい、さすが、さすが設定6。あ、いや、素晴らしいですね。苦しい。今、あかんは言うてましたね。この店の主と思われへん。エリアマネージャーですか。はい、かなり人数いらっしゃるんじゃないですか。うわー、 おあの、当たった後の間がちょっともったいない気もしますけどね。おっし、俺も、お、行くぞ、うわ、行くぞ、行くぞー。え、なんでバーやし。まあ、これが、これが現実っすね。いやー、そうですね。もう勝負あり、勝負あり。あ、2人だって、2人ともバーって。いやー、バーし、ね、おっ、怒涛の追い上げ、まさかの、よしよしよし、あるぞ、ま、これですね、言ってたジャグラの波。ドン。武道ね、武道、そうそう、これも得してる、得武道。おお、素晴らしい、すごいな、あるあるある、まだある、追い上げてきましたね。ナイスです、ナイスです。まあ面白い勝負にはなってきたんじゃないかなと思いますけど、7回転
いやすごい。おいおっと、はい、よしよしよし、確実にこの2時間縛りというのがちょうどいる。あ、あ、おいお、あー、よしまだなんとかすいません。おいーす、よし、まあ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 、おおっと、おはいや、すいません、来ましたね、またまた言わないです。あー、レギュラーばっかりか。よしお、土壇場で、さあ残り3分、時間ないぞ最後終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは結果はエンディングで、結果発表、よいしょ、お疲れ様でした。よいしょ。いやー、たった2時間のバトルでしたけれども、結構白熱した戦いでした。いやいったぞ。じゃあちょっと一人ずつ聞いていきましょうか。トミーさん、はい、手応えの方は、まあなんて言うんでしょうかね、いつものようにやれたから、自然でやれたかなっていうのは、あ、まあもう結果ついてくるだろうと でしたね。いつも通りの、本当に、なるほど、うん、分かりました。トミーさんすごかったですね。いや、そうですね、めちゃめちゃ当ててましたね、うん、すごい嫌な感じでしたけどね。横でもこう遅延させるような行為をしてくるんですよ。あ、何をお二人で喋ってるの、なんか脇がいやいやってるように見えてましたけど、ね、ちゃんと戦ってたんですね、そちらはね。なるほど、まあ、この2台の結果は明らかなんですが、はい、こっちがね、ちょっと僕もなかなかもつれましたね、引けずに、まあ、あとブドウチャンスも ね、 そうですね、あのちょっと成功したり失敗したりありましたんで、まあ結果どうなったかというと、僕には聞かないですか。いや、池田店長、いや、まあ今日も見せましたよ、しっかりね、ある意味見せましたね、ちゃんとある意味とかじゃなくて、はいはいはい、じゃあ結果の方いきましょうか。はい、いきましょうか、お願いします。はい、キコーナチャンネルのお二方合計ポイント39ポイント、すごい、39ポイント、サンキュー、サンキュー、サンキュー、感謝です、合わせてきましたね、素晴らしい、39ポイント、やったわ、やったわ、これ、これはもらった、ちょっと会社的にもやったぞ、これ、うん、会社的にもやったぞ、どういう意味ですか、じゃあちょっともうそこまで、そこまでおっしゃるなら、はい、屈辱的な結果発表しましょうか、あ、そうですね、上市さんお一人の結果、はい、34ポイント、あとは審査さんが34ポイント、審査さんだいぶ傷そうでしたからね、はい、そうですね、そうですね、ビッグ3回、レギュラー4回なので、でブドウが1回あるんで16、ってことは2人の合計が50ポイント。やらせていただきました。ジャグラーだけにね、ゴーゴーみたいなね。ちょ、僕ら、ゴーゴー、僕ら、キコーナチャンネルの結果34ポイント、あ、39ポイント、ウェーイ、僕ら50ポイントだったら、ゴー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 言ってるじゃん。ゴーゴー、あ、ありがとうございます。はい、というわけで、今回は、あの、すごいっすよね、負けた時のこの落胆の差が。それが悪いところかなと思うんですけど、大将が悪いってよく言われますからね。まあまあ、でもこれ1回戦でしょ、まだあるんですもんね。そうですね、ただ今回のバトルは、この 123TV チームが勝てば、はい、123TV の告知をしてさせていただくということでしたので、これはこれで告知もさせていただきました。はい、ありがとうございます。もともとチャンネル解説というお祝い事ですから、じゃあそうなんですよ、もともとそんなんはもう全然、そう、そういう、まあ、もうデキレース的なね、そうそうそう、ものもありましたから、エンターテインメントとしてバトルがあっただけで、そうそうそう、すごいですね、負けた時の饒舌ぶりが。まあ何はともあれ結果出ましたので、ここでですね、 123TV のお知らせをちょっとだけさせていただきたいと思います。この2021年いよいよのぶたグループさんの 123TV チャンネルが開設されたということですよね。ありがとうございます。これ開設されたのは何月、ちょうどほやほやですね、7月1日に、あ、まさに今月スタートしたばかりということで、なんか僕も SNS とかで見てたんですけれども、結構有名な方が対談されてたりとか、そうですね、もう早くもそのやる気がこうみなぎってますよね。まだ立ち上げたばっかりでですよ、配信した動画もうすぐに1万2万いったじゃないですか。あ、そうですね、ありがとうございます、素晴らしい。いや、これね、業界大注目のあのチャンネルになってますので、皆さん 123TV のチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。概要欄にも URL 載せてますんで、そちらの方もね。で、またあのキコーナチャンネルと 123TV チャンネルとの絡みもね、今後あるんじゃないかと思いますので、よろしければ 123TV チャンネルをご覧の皆様は、こちらキコーナチャンネルのチャンネル登録もしていただいて、そしてキコーナチャンネルをご覧の皆様、ぜひ 123TV チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。そしてできればいいねもたくさんつけていただけるとありがたいです。さあ、というわけで今回のバトル、これで終了になりますが、トミさん、はい、よろしいでしょうか。あ、はい、まあ、せっかく今日そうですね、来ていただいて戦った
わけですけども、まあでもまあ次の試合っていうかね、次の勝負はもう絶対にもう譲れない、はい、これは、ね、これこそが次が本当の戦い、これはもう前哨戦です、前哨戦ですよ、オフィシャルじゃないですからね、うんはいうん、オフィシャルじゃない、はい、いや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 、これからじゃあまたバトルするってことですか、こう次の動画でちょっともう一度試合するのかなっていう、まあまあまあ受けて立ってもいいですけどね、全然、はい、今日調子いいんで、むしろそれが本番、じゃあ上地さんいかがですか、もう一戦こう相まみえたいということですけど、はい、我々チームもう一回キコーナチャンネルチーム戦いますか、まあまあそうですね、はい、いいですか、はい、ありがとうございます、いやもう太っ腹ですよ、わかりました、じゃあここで決めちゃいます、次スロット打ったんでパチンコ勝負でもいいですし、パチンコしましょう、別にパチンコじゃなくていいですよ、僕らやっぱパチンコの、うん、あれだったら腕相撲とか相撲とかでもいい、相撲勝負だったら何でもいいですけど相撲でしょ、いやいやもうそこはもうしっかりパチンコですよ、パチンコでいきますか、はい、取り返します、何打ちましょうね、なんか7月の信頼とかあります、まあそうですね、7月はパチンコの沖縄の海の物語の、それしかないですね、あいいですね、はい、じゃあ沖海ファイブに移動して、はい、勝負して、うん、その模様は次回ということで、よし、はい、いきましょう、これが本当の勝負だ。